こんにちは、親父の家のジジイです。前回ヤフオクで琉球通宝などいい感じのものが出てきたので、またヤフオクで落札してしまいました。それがこれです。希少初出し5000まとめて未鑑定未選別というやつです。今日はこれを仕分けしていきたいと思っています。あ、ここにあるお金たちで一番これです。この一円銀貨、これが本物ならばもう元が取れそうです。ちなみにこの落札価格は約1万6000円でした。では仕分けをしていきます。次、これ50銭銀貨です。龍の50銭銀貨、これもなかなか立派です。銀貨が出るとテンションが上がります。で、天保通宝、まあこれは相変わらずどの天保通宝が貴重でそうでないのかっていうのはまだ分かっていません。天保通宝、50銭銀貨また出てきました。で、今回落札した中でこの銅でできた小判のようなもの、これもすごく気になったので後で詳しく調べていきたいと思います。これが銀貨、また出てきました。20銭の龍、20銭銀貨です。そしてこれが鳳凰の、これは50銭、これも銀貨だと思います。銀貨が来るとテンションマックスで、このちっちゃいのも出てきました。ほんとこのちっちゃいやつ、10銭銀貨です。銀貨が多くて嬉しい。価値のわからない、いまだに価値のわからない寛永通宝。2000銅貨、で、これが大秦銅幣と書かれる秦の国の銅貨、これが出てきました。
出た、20銭銀貨。出た、10銭銀貨。5円玉。これは全く分かんない。これも後で調べてみます。真のお金、さっきの銅貨です。